はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります、はい、ハンターハンターデスクトップハンター3ということでね、こちら第3弾が出ました。はい、まあ、こちらどういうものかというとね、まあだいたいフィギュアがね、あの小物入れとかペン立てとかね、うん、そういうものに変わるっていうやつですね。ですがフィギュア単体でも普通に飾り映えするぐらいクオリティが高い、はい、でそれを大人買いしました、はい、これ買うと全種類が揃うってやつですね、はい、これをね今回開封します。でどの順番で入ってるかっていうのもね、皆さんと確認しながら開封していければなと思います。はい、こんな感じでね6個入ってますね、はい、あ結構重い。まあ、ラインナップ見るとね、はい、ネフェルピト、ピトいいですね、ピトめっちゃいい。でネテロ、これ一番欲しい、うん、ネテロ会長の百式観音が一番欲しいね今回。でイカルゴ、イカルゴシンプルだけどなかなかいい。でゴン、でキルア、まあ、キルアはねこれをこの写真を見るとちょっと敵どうなのかなって思うけど、はい。でメルエム、メルエムはここの蓋が開くっていうやつ、はい、なのでネテロが一番重いと思うんだよねどう見ても、はい、でこれ結構重い、結構重いんですよね。どうなんだろう、ああなるほど、あ全然違う、あのもう当てちゃいますね、これネテロだわそのぐらいね重いこれ。でもちょっとねこの左手前、から開封してきます。予想しますね、こちらはネテロです。あプチプチに包まれてますね、はい、いきます、せーの、あ違うゴンだ普通にゴンでしたね。こうなると分かんないな、重さじゃ分からないかもしれない、ゴンがとりあえず重い。でこれ軽いんだよね、これは明らかに軽いんで、メルエムかイカルゴ、あーピトの可能性もあんな、いやわかんないこれ。ではねとりあえず左手前から2つ目、はい、ではいきます、2つ目、せーの、キルアですね、待って全然違う、これ予想してたのと全然違う、キルアは軽いですね、はい、では左一番奥、これもね軽いです、ネテロじゃないな絶対、いきます、せーの、あーメルエムだね、あれちょっと待って、これ順番通り入ってる可能性あるね、なんと1,2,3っていう番号順になってますね。あこれ番号順だな、多分。では右手前、これがピトーだったら多分番号順に入ってます、ボックスサラーだった場合ね、まっさらな状態で置いてあった場合多分番号順で開ければっていう感じですね、はい、ではいきます、はい、これはピト、せーの、あ違うイカルゴだった、あっていうことは逆なのか、1,2,3,4,5,6っていう感じなのかもしれない、でこれ真ん中がネテロだったら完璧そういう順番なのかもしれない、ボックスによってね変わる可能性もあるってね、なんとも言えない、とりあえず重さを見てみよう、あーなるほど全然違う、はいこれネテロ完璧、全然重いこれ、なのでこれピト、これ開けちゃいましょう、はいいきます、ピト、ああそうですねピト、あれでもピトだけ袋が違う、プチプチじゃない、なんでこれだけプチプチじゃないんだろう、
ということはこれネテロ、いやこれめっちゃ重いわやっぱ、うん、めっちゃ重い。ただ重いんだけど重さ的にはゴンと変わんないね。ということはゴンも重いんだ。これはゴンと間違える可能性大。はい、行きます。せーの。あれでもピトーと同じで袋が違う。うわすっげえ、これ重いよ、うん、全然重さが違う。はい、ではね早速全て開封してね一つずつ見ていきましょう。はい、ここでねちょっと追加情報ですが、イカルゴなんですけれども、こちら本持ってるんですよね。その本にこういうステッカーがあります。これをね本に貼るみたいですね。いやすごい、イカルゴだけシール付き。はいはい、開封し終えましたので一つずつ見ていきましょう。最初はね1番ゴン、はい、こちら。いやいいですね、味がある、ディフォルメしてる感じがねすごい可愛く表現されてますね、うん、でこれねこの岩が重いですね、うん、確実にねこっちに重心があるんですよ、重い、うん、これがネックだな、うん、ネテロとの違いを分ける、うん、まあね、こうやってね岩盤を殴ってる感じ、エフェクト付きでねよく再現されてますね。フィギュアとしてもすごいいい出来だと思います、はい、でここにペンを入れてペン立てにするっていう感じですね。はい、ゴン。続いてキルア、こちら。はい、キルアはねこれは小物入れですね。ここのエフェクトの周りになんか小物を入れるらしいんですけど、まあ、そうそう使わないよねね、電撃が走った感じはよく再現されてますね。エフェクトも、うん、グラデーションになってていいです。若干顔ねどうなのかなと思いましたけれども、うん、似てますね、うん、思ってたよりは出来いいです、うん、パケシャ見るとねどうなんだろうと思ったんだけど、別角度とかから見るとね、うん、やっぱキルアだ。いやかっこいい、もう疾走感がすごいね、うん、これはいい。はい、続いてメルエム、こちら。はい、これね軍技を指しているところですね。なんかついでね小麦が来そうな気がしますけれどね。次、まあ、座布団の上にこうやってねあぐらかえてる感じで、このね軍技の駒もねすっごい細かく再現されてるんだよね。こう積み重なってる感じとかね。でこれが指南書みたいなやつですよね、うん、軍技の。メルエム自体もね、うん、すごいよくできてる、うん、再現度高い。いやいいね、続いてネフェルピトー、こちら。ピトーめっちゃかわいいめっちゃかわいいなピトー、よく再現されてるね、うん、なんかこうとぼけた感じがよく似てますね、かわいい。でこれはねこの塔の上にいる感じ、この塔はねまあ、これが蓋がねパカッと外れて印鑑入れになってますね、うん、これは印鑑入れは結構実用的じゃないですかね、うん、印鑑入れてこれを蓋するっていうね、なかなかいいです。ただねちょっとバランスが取りづらいかもしれない、
やっぱ上に重心が来てるんでパターンって倒れる可能性もある。いや、ピトいいなぁ、これ。かわいい。はい。続いてね、ネテロは一旦飛ばしてイカルゴ。はい。こちら。はい。イカルゴもね、いいですね。後ろのトタンがいい味出してますね。うん。で、先ほどシール取り付けまして、はい。こんな感じで持たせることができますね。このイカルゴに関してはね、背景今トタンですけど、これはそもそもがカード立てになってますね。まあ、後ろの背景はね、自分の好きなカードとか、そういうのを置いてみてもいいんじゃないでしょうか。はい。イカルゴ。はい。そして私が今回の目玉としてみているのがネテロですね。はい、こちらボリューム感がすんごいボリューム感だけで別格だね。同じ予算内で作ったと思えない、ね、こう金の塗装とかもしてあるし、この腕の本数もすごいですね。ちゃんと再現されてる。いや、これはねすごい。ネテロだけですごい。百式観音。これはね、まあ主にアクセサリー、アクセサリーとかをね、こう手とかに巻きつけたり置いたりできるらしいですね。で、ここの指の方はペン立てにもなるっていうね。うん。すごい。さすが百式観音。で、ネテロ自体もね、この、目とかよく再現されてますよね。垂れ目。で、T シャツの心っていうところもね、ちゃんとよく再現されてる。百式観音もね、細かいところまで忠実にね、造形されてますね。うん。これ素晴らしいよ、本当に。後ろはこんな感じでね。で、これね、腕一本一本取り付ける感じなんですよ。はい。なのでね、ネテロだけ説明書がつきますね。この、どこに何を、何の手をつけるかっていうのがね、ちゃんと説明書に書かれてます。ただ自分はこれ見てないです。うん。一応穴を合わせるだけでいいんでね、合うところをパチパチ組んでいけば、おのずと見ずに取り付けることもできます。はい。ということでね、今回もハンターハンターのデスクトップハンター3。いやー、これはね、やっぱいいですね。このデスクトップシリーズのフィギュアって結構出来もいいんだよね。うん、まあ、こういうのをね、会社のデスクとかに置いてね、並べてみるのもいいじゃないですかね。で、実際本当にね、そういう小道具とかね、なんか鉛筆とかそういうのもね、立てて見てもいいんじゃないでしょうか。はい。ということで今回は以上になります。最後はね、一応まあ回転台座に乗せてね、背景を変えて、回してみたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。